しんちゃおしんちゃお、皆さんこんにちは。ベトナムフェスティバル2018年で、15日、皆さん楽しんでいただけてますか。バーバー飲んだ人結構いるな、ね、飲んでますね、皆さん、ね、みんな掲げてくれてる。バインミー食べた人、あ、結構いる、ね、もう食べた人、もういろいろ皆さんね、召し上がってます ね、 いいですね。まだまだこれからですからね。そうですよ、すごい屋台の方もすごい混んできましたね。まあ、天気がね、ほんとだんだんのこうちょっと蒸し暑くなってきたしね、食べ物も飲み物も美味しいと思いますので、はい、十分楽しんでいっていただきたいと思います、はい、さあ、ここからはですね、このステージ、去年もやって大好評だったんですよね。そうなんですよ、キングコーヒープレゼンツ、ミスベトナムフェスティバルコンテストね、はい、2018ということでお送りしたいと思います、はい。このコンテストはですね、世界的な少女青ザイに身を包んだ美女が大集結しまして、厳しい一次審査二次審査を通過したファイナリスト5名がミスベトフェス2018を目指してアピールをしていただきます。はい、去年ね、初めて開催したこのミスベトナムフェスティバルコンテストなんですけれども、また好評いただいたということで今年もやろうということになりまして、はい、ホームページで募集を開始して、うん、なんと38名の方にね、ありがたいです、ね、応募みたいな、まあ、他のところでね、はい、PR しないのでホームページから皆さんだけご応募いただいた嬉しい限りですけれども、ありがとうございます。で、はい、そこで厳選なる、まあ、審査をした結果、はい、10名の方が、まあ、選ばれました、はい、ね、でその上でさらにウェブ審査を行ったんですね。皆さんからのウェブでの一般投票をしていただいて、はい、最も高かった上位5名がこれからこのステージに登場してくれるということですね、はい、そうですね。でその中で、流行るミスベトナムフェスティバル2018グランプリが決まるということで、はい、今日この瞬間目撃できるということですよね。どんな人がね、出てくるのか楽しみなんですが、そうですよね、はい、本日この司会進行を仰せつかりました私、TBS のニュースデスクをしております中村さんと申します。そしてフォンチーです、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今回のコンテストの審査をしてくださる審査員の方々のご紹介をさせていただきます、はい、お名前を呼ばれました審査員の方はその場にご起立をお願いいたします。今ねステージの前にね皆さん並んでいただいてますけれどもね、はい、まずご紹介しましょう、はい、メイガーシ株式会社社長レイトゥヒエン様、ベトナムビューティー株式会社代表取締役内田久志様、中日ベトナム大使館公使グエン・ソン様、ベトナム航空日本地区総支配人ブー・グエン・コイ様、キングコーヒー会長マダム・カオ様、そして審査委員長を務めますのがベトナムフェスティバル2018実行委員会事務総長衆議院議員の青柳陽一郎です。以上6名の審査員でお送りいたします。皆様温かい拍手をお願いいたします、ね、審査は皆さんね、公平に、ね、厳正で、ね、はい、お願いいたします、でその審査の方法をちょっとねここでご紹介させていただきます、はい、まず審査方法の女性らしさ、それからパフォーマンスの完成度、ルックス、まあ、いろいろとありますけれどもね、はい、それを皆さん各審査員の方々に100点満点で、採点していただきます。で審査員全員の採点を合わせて最も高い点を獲得した方をグランプリといたします。でその他に準グランプリと審査員特別賞と合わせて3人の方をね、はい、選び出したいというふうに思ってます、はい、また見事グランプリに選ばれた方はトロフィーの他にミスベトフェス2018の称号の1年間の利用券、プロカメラマンによる記念撮影副賞といたしまして、ベトナムビューティー株式会社様による旅行券10万円サプリ1年分、キングコーヒー様によるキングコーヒー1年分が贈呈されます。すごいですね、もう盛りだくさんですよ ね、 ですよね、はい、で入賞されました3人の方にはですね、はい、メイドハシ株式会社様より日本の生地で作ったね、はい、青材をプレゼントということです。こちらも素敵ですよね、はい、これも楽しみですね、どの青材か、まあさあそれぞれね、はい、我々がここで長々と話してるのもなんですからね、早く見たいですよね。そう早速ですね、はい、まあ、エントリーされた皆さんにね、はい、ご登場いただきたいと思いますけれども、それぞれ皆さんね、はい、青材に身を包んでの、
登場となりますので、はい、どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えいただきたいと思います。それではお待たせいたしました。コンテストを彩るファイナリスト5名の皆さんに登場していただきましょう。はい、まず最初はエントリーナンバー4番丹野恵梨香さん。私は毎日元気で明るくそして笑顔でいます。埼玉県出身28歳。続いてエントリーナンバー7番ゾーン T 舞さん。なぜか笑顔になってしまいます。ベトナムバックジャン出身22歳。続いてエントリーナンバー20番マイ・ベト・ハンさん。私はベトナムと日本の文化交流活動に協力したいです。ベトナム、ハノイ出身22歳。そして最後はエントリーナンバー38番平日奈子さん。ダンスを通じてベトナムと日本の交流が今よりも増えたらいいなと思います。兵庫県出身23歳。じゃあそのファイナリストの皆さんどうぞ中央の方へお越しください。それではですね、5人揃ったところで候補者の皆さんに簡単な自己紹介と意気込みを伺いたいと思います。エントリーナンバーの、ね、順にお願いしましょう。じゃあポンチちょっとマイクの方よろしくお願いします。はい、任せてください。はい、じゃあまず最初にエントリーナンバー4番丹野恵梨香さんからお願いします。新茶を、私は丹野恵梨香と申します。普段はトライアスロンの選手をしてます。一昨年にベトナムを訪れた際に朝ちょっとたくさん走っていたんですけども、公園でたくさんの方々が踊っていたりバドミントンをしていたり、とても楽しそうに和気あいあいとスポーツをしている姿は日本では見られない光景だったのでとても感動しました。このフェスに参加してベトナムの方々と友達になって一緒にスポーツを楽しめたらなと思います。はい、ありがとうございます。では続いてエントリーナンバー7番ゾーン T 舞さん。quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày, quê hương là đường đi học con về dợp lá vàng bay, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người,
皆さんこんにちは。私はズンディマイと申します。ベトナムのバックザンから参りました。日本に来て4年間になります。現在東京国際大学の3年生です。私の歌をとダンスと両方が大好きで、去年神奈川県の創生年センターに参加させて、ミュージカルとダンスとお芝居もやってみました。本日ベトナムの伝統的なアーサイと皆さんに紹介したいと思います。どうせ美しさ皆さん楽しみに見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、ね。さあ、そしてエントリーナンバー20番マイ・ベトハンさん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。私の名前はマイ・ベトハンと申します。ベトナムから参りました。1年間ぐらい日本で住んでいるとき、いろんな体験することができます。現在は徳山大学で介護福祉士の勉強をしています。実は日本に来たら、日本語はあまり伝えられなかったです。でも外国人、周りの外国人は、ベトナム人とちゃんと教えてくれる。今は多分、日本語の生活中は生まれ、日本の生活中は慣れました。本当に良かったです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では続いてエントリーナンバー31番ジャンティタボさん。皆さんはじめまして、私はジャンティハオと申します。今年22歳です。私のために申請は旅ですから、自分が挑戦できるため様々なチャンスを参加します。私が自分の方法で自分の価値観を発展させようと努力しています。そのことは実行できるため、私が自分自身で改善しようと考えています。日本語を最初に勉強しています。そして毎年ベトナムフェスティバルが開催されます。今まで10年になります。このイベントに参加することは喜びと特権でします。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてエントリーナンバー38番、平平子さん、お願いします。はい、本日は皆様来ていただいてありがとうございます。私の名前は平ひな子と申します。神戸でコンテンポラリーダンスの活動をしております。去年よりハノイのダンスカンパニーのメンバーとともに神戸、東京、ベトナムのハノイでコンテンポラリーダンスをやって、もっともっとベトナムと日本をコンテンポラリーダンスでつなげていきたいと思っております。今日は私のコンテンポラリーダンスを皆さんに少しでも知ってもらえたらいいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。